おはようございます。こうさんです。完全に寝起きです。寝癖も立ってます。ちょっと髪をね洗ってきますね。ヘアセットするためにね。はい、で髪洗ってきました。僕ねおでこがね広いんですよね。生まれつきおでこ広くてね、この眉毛からおでこまでがね指5本入るぐらい本当おでこ広いんですよ。ハゲたわけじゃないからね。そう、もともとねおでこ広いんですよね。でこんな感じでね髪濡らしてね乾かしてきますと、これドライヤーね、ダイソンのドライヤーを使いますよ。で横にいるねあの人形たちいるじゃないですか。こいつらねなんかもらい物ですね。僕に似てるっていうことですね。このスケベな顔したねワンコードもね僕に似てるらしいですよ。なんかはい、まあこんな感じでね髪乾かしていくんですけど、はい、ブオー言うてねダイソンドライヤーマジで早いからね、風強いからねマジでね乾くの早いんですよ。あの他の安いドライヤーも使えなくなっちゃうよ。ダイソンドライヤー使うと結構いいんでねおすすめですよ。で昔はねなんかヘアセットとかねワックスしてたんですけど、最近めんどくさくてしなくなっちゃったんですよね。なんかスプレーでシューってドライヤーで乾かしたとスプレーでシューって固めてはい終わりみたいなね。まあいいでしょ、どうせ僕のことなんて誰も見てないからね。まあそんなんでいいんですよ。こんな感じでねいつもヘアセットしてるんですけどね。いやーお腹空いたな、朝起きてねなんか食べたいなとか思ってね、あそうだなんか食べちゃおうみたいな、チッ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 チン、あそうだご飯買いに行っちゃう。あこれ悪いこと考えてますね、悪いこと考えてますよ。なんか買いに行っちゃうよ、行っちゃうよ。誰だ、こうさん。はい、買ってきました。豚ラーメンわしわしマックス背脂ニンニク付き、マジで臭いよこれ。そうこれね食べた人わかると思うけど、マジでニンニク臭いからね、うまいけど。そうちょっと開けちゃうね。でもやしが超入ってんのね。僕人生初の二郎系ラーメンだから知らなかったんだけど、マジでなんかもやしすごいよね。なんかもやし食べてんのかラーメン食べてんのかどっちなのかよく分かんなくなるぐらいね多かったんですけど、でご飯と一緒にね食べちゃうんですよね。ラーメンはねやっぱねご飯と一緒がね黄金セットですね。いただきますって感じでね食べていくんですけどね。そうラーメン、あこれはもやしですね。もやしマジで量多いから。そうで僕さ二郎系ラーメンってまあお店で食べたことないんだけど、あこんなんなんだと思ってねちょっとこの時に感心しながら食べてるんですよ。でスープも飲むんですけど、こうと思ってこうなんか僕さ塩系のラーメンが好きだから、塩ラーメン好きだから醤油の濃い味ってなんかちょっとおっと思ったんですよね。あでもね麺は太くてねマジうまいと思って、味濃くてマジうまいでご飯と合うっていうね。でチャーシューが入ってるんですよ。でかいチャーシュー入っててかじるじゃん。これね電子レンジで温めちゃったからちょっとねカリ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 っていうかもう硬くなっちゃったのよ表面。でもねあうまいうまいうまい、あのスープについてた部分は柔らかいから、なんか片面だけ硬くて片面だけ柔らかいみたいなね、そんなチャーシューなんですよね。でもやしマジ入ってるからね、これ頑張ってもやし僕食べますよ。もやしってさラーメンにこんな入るもんなのって思うぐらいすごい入ってんだよね。ほんとね麺より多いんじゃないかって思うぐらいもやし入っててね。で僕ラーメン食べるときねご飯の上にね麺乗せて食べるんですよ。でラーメンの麺すするじゃない、その後ねご飯をねかき込むんですよすぐに。これがねマジで太る、マジで太る。あこれチャーシューとご飯をね挟んで食べちゃうやつですね。あうまいうまいと思ってね。でも僕ねチャーシューとご飯よりもやっぱりラーメンとご飯をね同時に食べる方が好きでね、だご飯ほんと食べちゃうんですよ。でこれね食べながら思うんですけど、二郎系ラーメン初めて食べてね思ったんですけど、家系ラーメンの方が好きだなみたいな感じで思いながら食べてるんですよ実は。で僕ラーメン屋さんでラーメン食べるときってご飯必ずセットで頼むんですけど、ご飯ね3杯ぐらい食べちゃうんですよね。だから太るんですよね。ラーメン1杯に対してご飯3杯とか食べちゃうんですよ。でもねそれが美味しいの、至福の時なの、幸せって思いながら食べられるのね。だからラーメンとご飯はね絶対欠かせないです。ご飯ね一杯しかねあの予想はなかったからねもうこれで終わっちゃうんですけど、であとラーメン食べなきゃみたいなね。そう僕ラーメンとご飯ねほんとセットがいいから、ほんとはねラーメンの麺を全部食べ終わってご飯がちょっと残っててスープと一緒にご飯食べるみたいな、そんな感じがね理想なんですよ。それが一番美味しいんですけど、ちょっと今回はねご飯の量少なくてあのラーメンの麺残っちゃったんでね頑張ってすすって食べてますけどね。はい、やっぱ醤油系の味って濃いからねちょっときついなとか思いながら食べてて、ごちそうさまって感じでね美味しかったよバイバイって感じでね、ぜひみんなも食べてね。こんな感じでゆるーく配信してきます。よかったらチャンネル登録といいね、 SNS のフォローよろしくお願いします。じゃあねまたね、バイバーイ。